は快速マリンライナー39号高松行き、14時42分6番車。これ新倉敷の駅周辺らしいんですね。あっちの方に水島のコンビナートらしいものもなんか見えなくはないかなという感じですが、よくわかりません。まあ大津の駅の周り、今日の朝出発したのが JR 西日本の大津でしたが、そこと張るかなって感じですね。でもホテルとかそういったものはたくさんあるし、駐車場も随分長い敷地に充実しているように見られます。だるまが特産なんですね。これ知らなかったけど、確かにそうなんだ。あと今そこで緑の窓口を見ましたが、中には大行列になっておりまして、結構ここから切符を買って新幹線に乗るという人も多いみたいです。結構降りるわ新倉敷、やっぱ重要な駅なんですね。こんにちは。岡山から電車で30分ぐらいだと思いますが、倉敷の少し先、ここは町で言いますと笠岡市になるようですけれど、 JR 西日本山陽本線の本郷駅です。この町は宗教都市として知られていて、昔からの伝統的な信仰宗教とでも言うべき本郷教、その本拠地となっています。ちょうど駅の広告も見ていただきますと、早速本郷教のその広告というわけで、本郷教のこれは御神酒と読むんですかね、向こうで作っているお酒、その広告のようです。今日ちょうど本日祝日、いや祝日じゃないか、休みの日ということで大勢人が来ているようですが、この金光の駅はそもそももう金光橋の対応駅みたいな感じで設計されていて、でここから臨時の改札口、こういった日になるとここを開いて、でそして向こう側の金光橋の本部のあるところまで直接行けるようになっていたのですが、今日来てね、久しぶりに来て知りましたけれど、今工事中なのか、まあ解体はしないと思いますけど使えないようになっていますので、その代わりに向こう側から臨時の改札口ということになっているようでした。本郷駅はこんな感じのところで、快速の列車も止まるはずです。ちょうど本日はね、分かりました、あれなんで空いてるのかなと思ったら、鉄道好きな方だったら聞いたことあると思うんですが、金光輪という金光橋の方を運ぶですね、専用の臨時列車がたまに運行されるんですが、どうも今日はそういう大規模なことをやったようでして、それで皆さんがちょうどこれからまとまって乗りに行かれる、そんなタイミングのようです。ここのところ金光橋案内図と書いてあって、この橋を渡りますと金光橋の本部に向かうことができます。ちなみにね、視聴者の皆さんほとんど知ってる人いないと思うんですけど、私実は金光橋のなんていうのかな、会員用のね、広報誌みたいなやつに私乗ってるんですね。全然私金光橋と関係ないんですけど、昔一度訪れた時に金光橋の先生をやってる方とお会いしまして、私のことを題材に本にされたそうです。この公園も前にうちのチャンネルで一回紹介したことがありますんでね、懐かしい眺めですけど、こんな風にこう横一列ずらーっとこうベンチが並んでて、向こうの方にも自動販売機などありますが、ここでも何か集会だか儀式だか分かりませんが、そういうことをやるのに使うと、そんな風に前教えていただいたことがあります。ここが正面玄関ということになっています。江戸時代にできた宗教でして、奉祝立教160年と書いてあります。この金光の面白いところは、街もまた宗教都市の雰囲気があっていいんですが、それだけじゃなくて単純に建物は結構こういう感じで古いのが多いんですね。だからその街のそれだけを見ても十分面白いところで、2つその楽しみ方があるかなというところです。こういう細かいところの伝統とか見ても、金光橋の金と書いてあるところと、まあ、ひまわりのようなこんなマークとかいろいろあちこちにあしらっていて、もうこの辺りにあるところは大体金光橋のその関係の方が営んでいるお店ですよね。すべてそういったものが横に並んでいます。結構昔からのやつですけどね、社会を明るくする運動、これも多分関係あるんじゃないのかなと思いますけど、このひまわりのマークがついてますからね、首相法務省と書いてありますが、多分法務省が社会を明るくする運動というのをやって、それに一緒にじゃあ協力ということで、こういったものを金光橋でも制作している、多分そういうところだと思います。これすごいね、右から書いてあるな、前に来た時は真っ暗だったんで分かりませんでしたが、大衆向け、いつの字ですかね。食堂です。食堂はこんな感じ、心身は家内に不和の亡きが元なりとかね、まずは、お家の中をしっかりしてこその、金光橋の信仰ですよと、だから金光橋の信仰よりまずは家族を大事にしましょうとかね、宗教って結構家族はどうでもいいから出家して出てこいみたいな、そういう中にはやばいのもあるわけですが、金光橋ってね、全然そういうやばさとの対極みたいなところにありまして、わし一切教え信じてませんけどってここで言って周りに聞こえてたら申し訳ないんですが、まあ、いないから言うんですけどね、でも
教えの内容に好感はとても持ちます。これが正門通り商店街の様子です。これもね、見てみると JTB がここにあって、ね、なんで JTB ここにあるんだって感じなんですけど、これもちゃんと理由がありまして、よし五本部へ参ろう、五本部広前っていうのかな、これいつでも帰れる心のふるさと、まあ、これについてはまたお話ししますが、あのですね、金光橋への その参拝に関しての、まあ、団体の旅行とかね、さっきの臨時列車なんかもそうですが、輸送委員会なんていうのがあるぐらいです。なんたって遠方からね、こちらのこの金光橋の本部へおいでになる方が多いわけですから、まあ、そういうのを全て取り扱うために本部の目の前に JTB があるんですね。これはなかなか来てみるとね、ほーと思うかもしれません。やっぱせっかく来たんで、金光橋がどういう宗教なのかということだけはお伝えして行ってから帰るべきだと思います。あのまずですね、ここで何をやってるのかというと、さっき映したあの講堂という講堂だったと思いますが、大きな建物の中で、私もちょっとだけ中を拝見してきました。まあ、今回は撮影とかはしませんでしたけどね、あの奥のあたりにまあ係の方がいらっしゃって、あのしっかりとした格好をしているわけですけど、でその方に、すいません、ちょっとお取り次ぎお願いしたいんですけどというと、奥からですね、その代表といえばいいのかな、ちょっと正確な名前を忘れてしまったんですが、その、まあ、親方みたいな方が出てきて、それで神様との取り次ぎをしてくれるということになっています。そしてそこのところに行って、例えば自分は今こういうことに悩んでいるんですけど、どうしたらいいか神様と相談がしたいですというと、そこに出てきたその金光橋の代表の人が神様と、まあ、通信をしてくれて、そしてその神様の考えを聞かせてあげるということを全員に対してやっているわけです。もともと金光橋を始めたのは中山美希さんという江戸時代ね、その時の人でしたが、その後も、そのから続いていく、まあ、金光橋の代々の人が神様との取り次ぎをということになっています。そしてそのですね、あの金光橋 その、まあ、トップの取り次ぎをしてくれるその人ですが、結構ハードな生活をしているらしくて、朝1時か2時かなんかに起きて夜も遅くまで起きているとかね、そんな風な、結構あのすごい、そんなに大変なんですかっていうようなことをやってるんですね。まあ、つまりあの金光橋のあそこのですね、あの少なくとも取り次ぎをやっているような時間帯であれば、ずっと起きていなければいけません。そこでもし誰かその信者の人が来た場合には、すぐに取り次ぎをいつでもしてあげられるようにと、かなりきつい仕事なんだそうです。あと金光橋の他の面白い特徴的な教えとしては、他の宗教とか、まあ、それはそれでありさというふうな立場なんですね。あの他の宗教も、まあ、元は全部一緒なんで、別にどの宗教だって、あの別に否定されるようなものではないですよとか、それもね、金光橋の面白いところ。それからあとさっき向こうでも、あの家族がまず家の中でのその安全あってこその心身ですよみたいなことを言ってましたけれど、あのそれもですね、あの金光橋がやっぱりこれも特徴的で優しいなと思うんですけれど、金光橋の代表的な言葉で愛をかけようっていうのがあるんですけど、これは金光橋の中でも、すごくまあ象徴的な言葉だと思いますが、あの神様に対して、こっちからすごくいい行いをすることによって、助けを求めることによって、こちらは助けていただける。でその代わり神様も神であるためには人々を助けなければいけないので、神も自分の存在を神として維持できるのだから、それはそれでやっぱり神も助かっているんですよと、そういう理屈らしいんですね。だからお互いにこれは一応ウィンウィンの関係なのだと、そういうことを金光橋では説いているんだそうです。だからね、あの私も一応こう近頃ではなんかこうスーツは神とか神になんかなりつつあるようですけど、まあ、これ冗談で言ってるっていうのが通じるか分かりませんけどね、まあ、あの仮に冗談じゃないとしても、私がなんか本当に分かんないけど神かなんかになったとしてもですね、まあ、金光橋の方には特に私はなんかあの言われるということはないし、あの金光橋はそういうところも容認してくれるし、私が自分で神ですと言ったらば、 あなたも神様なんですねというふうに多分言ってくれるのかな、分かんないですけど、まあ、そういうふうな感じだし、それからまたじゃあ神としてじゃあどういうことがふさわしいか、まあ、金光東京ではこのように神というものを捉えていますと、そういうふうに教えてもらえることになっています。あの金光橋は結構またこれも珍しいんですけど、勧誘とかあんまそういうのしてこないんですよね。それはもうしないという方針になってるみたいで、まあ、それはもちろん全く布教しないわけじゃないでしょうけど、紹介はするんだろうけど、どうぞどうぞ入ってくださいというよりは、まあ、こういうことをやっておりますみたいな、どっちかというとね、そういうのに近いみたいです。まあ、だから逆にあんまり熱心にやらなかったんで、近頃はどうもね、あの会員というか信者の数は少し減り気味らしいんですけれど、それでもやっぱり今日もさっき山陽線の臨時の列車で大勢人が連れていくぐらいに、たくさんその人が集まってくるようなところですから、重要な、日本にはあのかなりこう伝統的としても根付いている重要な宗教であることは間違いないんじゃないでしょうか。大正4年の柱なんですね。こんなのもあるんだ。金光橋、金光橋じゃない、金光は結構古いものもたくさん残されていて、単純にそれだけを見ても面白いところだと思いました。
尾道広島方面にお